自分は大学4年生です。株式投資のスキルがあり、最低でも月率8%を稼げます。学費を払い、現在の元で46万ほどです。元でが少ないとはいえ、この利率なら1年で2.5倍になりますバイトでもして9月には元では100万を超えます何よりはた,たかありません。昼は株、夜はバイトという生活を送りたいです。私のお考えは甘いですか都内で生活できるでしょうかどれ時間をかけているのかっていうのをちょっと確認してみてください。その、あの、パッと株価を見て、いきなり買う、いきなり売るとかでもう5分、10分で、 その1.4万円稼げるならすげえ優秀だと思うんですけどその1か月株に関してどれぐらい時間をかけてるかっていうのでちゃんと時給で割ってみてください。時給で割って儲かってるんだったら全然いいと思うんですけどそうじゃないんだったら普通に働いた方が結構儲かるよねってなる可能性が高いんですよね。要はその例えば元で100万円だとしてその8万円って100万円を突っ込んだとしてもたった8万円じゃないですか。1ヶ月働いたら 大卒だったらあの、まあ、大体そのあの学面でいくと30万円近くもらえるはずなのでそうすると全然足りないよね8万円って話になるのでなんで同じ額稼ごうとするとじゃあ元手でまず300万400万円いるよねってなるのでそれだったら最初から働いた方がよくねって話になると思うのでなんでそのでその時間をかけないで儲けてるっていうのであれば副業で全然やればいいと思うんですけど儲けるためにガチで時間をかけてるのであれば元手をちゃんと貯めた方がいいんじゃないかなと思います。